YouTuber って面白くないですか？ん？え？ YouTuber って思んないですか？今日何？そういう回？はい。語りかけから始めましたけど。そう、あ、どうも、小脇です。アミョンです。変な声、ジュンソーです。はい、今日も楽しく行きましょう。あれ？ YouTuber 思んないって言われてんすよ、芸人さんから。あ、そうですか？はい。今ここに見に来てる人はですね、まあ YouTube 面白いと思って見に来てくださってると思うんですけども、うん、今こんな発言が大変話題となっております。霜降り明星の粗品さん、YouTuber 思んないっすよね。というふうにとある番組で発言されたということで、はい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 、まあ、ね、酒のつまみになる話ですかね、うんうん、なんかね、まあ、言われたんですけども、まあ、YouTuber は面白いか面白くないかという議論が始まり、うん、その内容について世間でいろんな声が集まっているわけですよね、うん、でちなみに YouTuber が面白いか面白くないかの議論についてノブさん千鳥の、はい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 、息子が〇〇さんがパルクールやってて面白いよと言ってることに対して危ないだけ面白くないという意見を出しています。なるほどね、その YouTube を見て、そうね、はいはいはい、まあ、パルクールを見て面白いかどうかちょっとわからないですけど、うん、まあ、そういうの結構ね、まあ、ダメ出しというか、はいはいはい、辛辣なこと言っている印象ですよね、うん、面白くないと、はいはい、でさらにですね、一番面白くない YouTube チャンネルの名前も言っちゃってます。こちらです、大西ライオンさんのゴロパイナイサーこれがね、YouTube の中で一番面白くないって番組内で言ってましたけど言ってました、ね、まあ、もちろん芸人さんがやられてる YouTube のチャンネルなんでネタとしてもすごい面白いですよね、そのやり取りがね、まずね。で、大悟さんの意見が今回称賛されている部分がすごい多いらしくて、芸人は舞台に立ったと、で、他の人を見に来たお客さんを笑わせてきた、自分だけを見に来てくれた人を笑わせている戦い方と違うという意見だったんですよね。はい、まずここまでどうですか皆さん、素直に。だってみんな多分ね、YouTube の方は多分多く見てるんじゃないかな、視聴者さんとか。うん、だから今となってはちょっと YouTube は見るけどテレビは見ないっていう人も増えてる中で、はい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 、ちょっと土俵が違うと思うんですよ。そうですね、土俵は全然違いますね。そう。で、僕は今回、粗品さんの意見に対して、うん、いい部分もあれば、すごい反対したい部分もあるんですよ。はい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 、はい。だからちょっとどっちつかずな感じ、卑怯な感じかもしれませんけど、うん、確かに、思んないんです。YouTuber って、まあ小池さんそうおっしゃってますねそんなに面白くないんですよ、はい、あのね、東屋とかもねテレビでは全く思わないよ多分俺ね YouTube の世界だから、うん、東屋くん面白い可愛いとか、うん、魅力の法則とかまた言ってる、ムーンショットまた言ってるって、うん、ありえないから普通の世界本当にね、うん、その証拠に芸人さん何人もねご出演していただきましたよね、うん、小屋下の方にも小屋見なっていても、はい、東屋くんはテレビじゃ絶対出さんほうがいいって、ね、ガチのそんなこと言われてるんですか。そうだから YouTube に合ってるんですあいつは。ああそうですね。そう、でもそれってさ、東屋くんが例えばテレビで勝負していたら、うんうん、その意見って言ってもいいと思うんですよ。うん、でも東屋くんって別に YouTube だけでしかやってないのに、はいはいはい、いわゆる筋合いはねえと思ってるんですよ。なるほど。これが僕の反対意見のところね。だからまずそもそも YouTuber がすごいかすごくないかっていう議論だったらめちゃくちゃ的を得てると思ってるんです。おお。それなんでかって言ったら、すごいってじゃあ人によって何なのさとなった時に、うん、例えば収入、稼ぐお金の量によって凄さっていうのが違ったりする。はい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 、はい。だからその視聴者層とか、うん、あとは人気度とか、うんうん、すごいっていうことの中のこれだったらわかるんだけど、うん、面白いか面白くないかって今回言っちゃったら、俺、粗品さんの一番間違ってる部分だと思う。ああ、なるほどね。面白くないに決まってんじゃん。だからプロなんでしょ、あなたは。あなた方、プロなんですもん。だって負けてどうすんねん、それを。例えば、プロ野球選手がアマチュアの野球好きな人に向かって、うん、俺らの方が絶対上手いから野球って言ってるの同じでしょ。まあ、本当にね。それは、土俵が違うやん。うん、だって、プロだからお笑い芸人として売れてるわけじゃないですか。だから僕たちお笑いで勝とうと思ってないんですよ。そもそも。同じステージじゃないですよ。同じルールじゃないんだもん、だって、うん。でも野球は同じルールでしょ。アマチュアだろうと、プロだろうと。うん、だから、そこの中で差が出てるわけやから、はいはいはい、もうプロとアマチュアっていう。そこで言い合うのはいいんやけども、上が下に言うのってちょっとダサいと思ってる。って言うんですよね。だから、思んないよ、確かに YouTuber は、うん。僕が言うのもなんやけど、だって、一応一般人だと思ってるんでね、うんうん。一般人の中でちょっとなんかトークができるとか、一般じゃないちょっと知識があるレベルの人の集まりやから、うん、面白さって面白くないかもしれないけど、プロの笑い芸人さんが思んないって言われる筋はない。なるほどね。ちなみに、俺は霜降りチューブのめっちゃファンなんで。なるほど。そういう部分まで含めて、お二人がめっちゃ好きなんですよ。うん、まあそうですね。ただ、うん、面白いか面白くないかでは、別に言われる筋じゃないとは思っているんですね。うんうん、まあ、正直な意見です、うん。で、さらに息子が YouTube を見てて、パパおもろいねんこれと言ってきた時に、おもないこんなん、笑うなと言ってたらしいですね。千鳥の大悟さん。大悟さんのね、はい、発言。そして、パパになれんかった奴らの集まりやと言ってるということなんですね。なるほど。このパパみたいなっていうのは、うん、このお笑い芸人みたいになれなかったってことを指してる。だからプロになれなかった人の集まりっていうことでしょ。うん。これはね、そうやで。
あ、そうですか。僕もね、テレビに憧れた時期はあったんで、まあ、慣れなかった側の人間ですよね。はいはいはい。でも、その実際芸人になれなくて YouTuber になれなかった人ってほとんどいないと思うよ。うん。なんかお笑い養成所とか行って、慣れなかったが YouTuber なのって、もちろんそういう人もいらっしゃると思うんですけども、はいはいはい、ほとんどの YouTuber は、最近はもう10代とかから始めてるから、そんなことになってないんだよね。うん。まあまあまあ、そうですね。最初から YouTuber になりたいって思ってた人もいるわけで、うん、今はちょっと陥落しちゃったけど、将来の夢って YouTuber って長年結構上位にいたじゃないですか。はいはいはい、ってことは最初から YouTuber を目指している人もいるから、うん、ちょっとそれは失礼かなとは思っちゃう。でね、今回なんでこの動画を出そうと思ったかって言ったら、はいはい、なんで次の終わった人さんのポストを見たからなんだよね。はいはいはい、ちょっとバズってたんですけど、うん、YouTuber が芸人に勝てるわけないやろ。俺たち YouTuber はテレビのおこぼれもらってネットの中にひっそりと暮らすんだよ。当たり前だろ。って言ってて、すごい共感を生んでバズ、生んでたんですけど、まずこれどう思うこれ。これはすごい自虐の中でユーモアを生んでるいい投稿だと思う。終わった人さんだから許され、そう確かに確かにね、究極に終わったポストじゃないですか。確かに。でもさすがすぎるんですけど、じゃあこれだけの文章を見て、じゃあ例えばね、僕が言ったとするよこれ、そしたら多分ねこういう結果になってないと思うよ。確かに。キャラ、人によるよね。ポジショニングだこれは。でこれなんでかって言ったら、終わった人さんは結構エンタメの中でお笑い向きじゃないですか。だから芸人に勝てないっていうのはなんかわかるんですけど、僕らはそうは思ってないわけじゃないですか。これね、なんで俺これ否定した方がいいと思ったかっていうと、そんなお笑い芸人には勝てないかもしれない一知らない YouTuber でもファンはいるんです。ちゃんとね、じゃあそのファンの人たちは芸人のおこぼれをもらって仕事をしてる人たちを応援してるって意味ですかってなっちゃうんですよ。そうだから自分たちは謙虚にプロには勝てないでいいんだよ、うん、でもそれを認めちゃったら見てるあなたたちまでバカにされてるって意味になっちゃうん、ね、そうですね。そう、僕は自分の視聴者のことを本当に誇らしいと思ってるから、自分でこう情報を取りに来た末に小焼きとかミョンとか東役にハマってくれて好きになってくれたっていう人たちばっかしでしょ、その人たちに対して、いや俺ら本当にテレビのおこぼれで生活してるんですよ、ひっそりと暮らしてるんですって言ったら、なんかじゃあ俺たちが時間を使って応援してるあなたたちはそんな程度なんですか。200万人行くって言ってましたよね、武道館行くって言ってましたよね、そんな人たちを私たちは応援してるんですかってなっちゃう。これはここが許せない部分なんだよね。一番そう、ちょっと真面目、これめっちゃ真面目、マジで答えてるの。いやいや、ここは俺すごい思うの。わー、急に後ろがこういうなんかほらアンチコメントだけどちょっとパッてこう言い返したりするじゃないですか。こういうのは禁止ですよ。見てる人たちのことを考えると腹立ってきてするんですよ。なるほどね。そうだよ。ネタとしては全然許容されるし、このが話題に上がるだけでもいいじゃないですか。YouTuber ってことをテレビで話してくれたけどありがたいんですよ。だからこれを良しとしすぎるのも良くないっていうふうに思っているんですね。そうですね。で、ちなみにちょっと両方の意見が対立してるから今回話題になってるわけですけど、粗品さんの意見とか終わった人さんの意見を、その通りだよっていう肯定意見をちょっと紹介したいんです。めっちゃわかる。マジで YouTuber はお金稼ぐ能力はすごいと思うけど面白さはない。森かすみみたいな面白くない感覚の子が増えてくるのは YouTube のせいだろうと思う。自分の子供にあれ面白いと思う感覚の人間には絶対育てたくない。粗品好きじゃなかったけどちょっと好きになった。急に森かすみディスが入ったんで、そうこれね出てましたからね、この回にちょうど森かすみさんが、でちなみにお金を稼ぐ能力はすごいと思うけどっていうのも何のエビデンスもとにあなたは言ってるんですか。そう、全員が稼げてるわけないじゃん。そうですね。そう、稼げてるってのもあなたの中のイメージじゃないですか、それはトップ YouTuber とかめちゃくちゃ稼いでたりもするんですけど、それって芸人の世界も同じじゃないですか、だから稼ぐ能力の凄さっていうのは分からないんだからお互いに、比較の対象にならない気がするんですよね、ただ自分の子供に対してはね、自分の教育方針次第やから別に否定することももちろんないわけやけど、名前出さんでもいいと思うんだよな。いやーこれ小池さんがさっき言った、全員が稼げてるわけじゃないっていう話はお笑い芸人さんにも多分これは共通していることで、まあね、ただ本当は多分粗品さんもある特定の人物を思った上で YouTube おもんないって言ってると思うんですよ、はいはいはい、それをだから出しちゃうと本当のいじめになっちゃうし、粗品さんのファンが面白くないっていう、こう一斉攻撃をしたら良くないから、まあ一応テレビ上そうなってるだけで、はいはいはい、そこがモヤモヤしちゃいますね。そう、で一応この番組内でも、わしは全然 YouTuber 全員のことを言ってない、わしが見たやつはと認定してるんで、まあちょうどねちゃんとできてる。そうですね、大悟さんもお子さんが見たものだから、お子さんが好きそうなワイ
イワイしたものとか、ね、言い方がすごいいいんですよ、千鳥さんバランス。そうですね、うん、全員が全員おもろないのは芸人もそうやん。おもろいやつもいればおもろないやつもいるっていうのちゃんと、うん、自分たちの界隈のことでも同じように言ってるから、うん、フェアな意見だと思うんですよね。粗品、うん、さんとはちょっとこの辺が違うんじゃないかなとは思いました、うんうんうん、はい。続いて、面白いと思って配信してる YouTube 生まれの YouTuber は全然おもんない。だが映画評論とか ASMR とかの YouTuber は好きだ。なるほどね、うん、だから YouTuber っていうのを一括りにするんじゃなくてジャンルによって好き嫌いがあるよっていうのは、もうすごい僕も分かる。そうですね、そうですね、僕も絶対おもんないわっていうふうに、そのなんかお笑いとして面白くないじゃなくて見ないというものを総称しておもんないみたいな、はい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 、ありますから、うん、別に全然これはもう真っ当な意見だと僕は思います、うん、はい。続いて、粗品さんめっちゃ言ってること分かる、 YouTuber の YouTuber は全く面白くない、笑いクソほどつまらん。急に引っかかっちゃった、うん、何、まあ、粗品さんに共感してるのはいいんだけどはい、はい、じゃああなたは YouTube を全く見ないってことですよね。まあまあ、うん、そうですね、見た上で、うんうん、ちょっと見ちゃったチャンネルがあんまり好きじゃなかったということです、うん、ちょっとファヤスターも審査してくれへんかな。あまあまあ頭凝り固まってる人は多分ファヤスター見ても面白くないっていう体制になってる人です多分、うんうん、なんだムーンショットって言われるかな面白くないな言われるそれはしょうがない個人のね、うん、感想ですから、はい。ちなみにその粗品さんの否定顔の方の意見を紹介します。なんでこの人たちは蹴落とすことしかできないんだろう、 YouTuber がしつこく芸人を否定してるか、うん、これも本当にその通りで、うん、別に芸人なんかおもんないねんって言ってる YouTuber おる、別にいいじゃん、確かに。それはなぜかっていうと YouTuber 側も芸人よりおもろいと思ってないからよ、うん、めちゃくちゃ言ってるんだったらさもうこうでええけども、うん、はいはい、僕らは別に言ってるわけじゃないんだから別に YouTuber の悪口言う必要なくないですか、うん、なんか一方的にちょっとやられちゃってますよね YouTuber。 そうだって僕らは言い返すことができないじゃないですか、うん、自分のチャンネルしたり。あなたたち公共の電波を使えてるんやからそれちょっとずるくないですか。そうですね、うん、それは良くないですよね。まあ YouTuber の人と、ね、テレビのお笑い芸人さんの対談の上でこの話題が出るんだったらいいんですけど、ね、ちょっとこのテレビの人しかいない状態でこれ言っちゃうっていうのはまあそういうことですよ ね、うん、もしかしたらねカットされた時に前後になんかフォローがあったりなんかあったり、うん、あるかもしれないけど、ちょっとその切り取られた情報だけで言うとちょっとなんか難しい部分はあるよね、うん、はい。他にもありますよ。芸人至上主義って言っちゃう粗品と、そんなんで笑うなって子供の好きなコンテンツを否定する大悟の芸人特有の先民意識キッズというか、あ、なるほどなって、まあ、こうは思わなかったけど、うん、そういう意見もあるのもなんか分かるな、うん、なんか令和のコメントって感じがします確かに最近の人のコメントだなって感じがします、うん、そうね。でも現実的にさ今テレビにかける広告費よりもネットの方が上回っちゃったよね、うん、はいはいはい、これは現実としてあるじゃないですか、うん、だからテレビがオワコンって言われてきてますけども、僕らは本当テレビっ子やから、はいはいはい、テレビはまだまだ好きじゃないですか、うん、だから共存していけばいいなと思うんやけども、うん、どうなんやろうな。どうなんでしょうね、うん、だから両方なんかすごいでいいじゃないですか。そうそうそう本当にそうなんですよ、ね、うん、だからこう決めつけなくてもいいなと思うし、うん、子供はね YouTube 世代ではあるでしょうから、はいはいはい、まあ、そんなんで笑うなってお父さんがね芸人さんやったらそのプライドやポリシーもあると思うんで言っちゃうのも分かるんですけども、うん、でも今の子たちって YouTube でね育ってきて、そうなんですよ。だから大人が E テレの番組見て笑うかみたいな感じのところはあって正直、だから見てるものが世代によって違うから、はいはいはい、そこのところで子供はやっぱりしょうもないものが好きなんですよ。しかもさ今さ日本と俺とのギャップを感じた。そうですか、ジェネレーションギャップ、ね、今 E テレ、俺 NHK 教育テレビ僕時代に配慮して言ったんですけど教育テレビですよね、そうそう E テレ。俺らはギリギリそのミョンも俺も、うん、テレビを見て育って大人になって YouTube があった世代やん、はいはい、だから今の子供たちはもう YouTube が確かある前提で、うん、しかもさ親御さんたちもテレビって外で見させることできへんから、外で例えば待ってる時とかに子供あやす時とかに YouTube もう見せてるやんか、うん、そうですね、だからもう子供の時から YouTube で育ったらそりゃそうなるよね、うん、そうなりますは思うよね、うん、で他にも YouTube は企画だものね、芸人さんのネタ笑わせてなんぼ、世界線が違うからさ、互いに認め合ってそれぞれ極めればいいよ。本当にそう、これもうスーパーひとしくも来たほんまに。いやこれよね、これまあ僕ずっとね、うん、この黙ったんですけど、うんうん、関係性として、うん、もう学校のクラスと似てるなって思ってて、はいはい、1軍と3軍って言ったらあれですけど、はい、目立つ人と目立たない人、そう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 、はい、で1軍の人たちは、うんうん、その目立ってない人たちのことを見て、うん、あいつらいけてないなって
って言うんすけど、うんはい、別に一軍じゃない人たちからしたらああいうワイワイした感じがダサいって思ってるんですよね。だからそれが YouTube テレビで起きちゃってるっていう感じで、ねうん、だからお互いはお互いの面白いがあるはずなのに、うん、わざわざそれを言っちゃったことによって戦争が起きちゃってるだけで、はいはい、争いがね、そう、もう別にお互いの面白いを共存しててそれは相入れる必要はなくて、うん、だからそこがもうなんと言いますか、うん、さっきのツイートに集約されてますよね、うんうん、面白いのがね意外とその同じ空間だったら争いっていうのは生まれても共存し合おうとするんですって、うんはいはいはい、だって生き物なんで、はい、例えば日本って島国じゃないですか、うん、島国だからみんなが協力し合うのね。なぜかっていうと強いものが現れすぎると今度作物が全部取られちゃうから生きていけなくなったりするんですって、はいはいはい、だからなるべくこれを増やして栽培してみんなで分け与えようってことで農耕がこう広がっていくんですよ日本で特に、うんうんうん、っていう風に特徴があるんですよ。だから共存していくことを考えるからお互いの主張はあっても揉めることが少ないんで、はい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 、でもここってちょっと揉めるっていう要素が多いじゃないですか。島が違うんで、はいはいはい、そうだからここが多分そういう要因なんだろうなと思うんですよ ね、うん、そうですね。だから芸人さんでも YouTube を始めてめっちゃ失敗してる人多いやん、うん、で逆に YouTuber がテレビに出てごっつい滑ってる瞬間もあるやん、はいはいはい、だからどっちもどっちで失敗はしてるんでしょう。そうですね、まあどうとは言いませんけど、うん、だそれを見ちゃうと島がそもそも違うんだなと思うからもういいじゃないのって思うんですよね。で例えばさ活躍したスポーツ選手が、うん、ジャンクスポーツとか浜田さんの番組出てはいはい、はい、めっちゃトーク喋られなきゃいけないんすか。島が違うんだからいいじゃん、うん、滑ってたっていいじゃん。野球さえできたら水泳さえできたらサッカーさえできたらって思うね。YouTuber もそうなんですよ。自分で企画して撮影して編集してることがプロなんだから、うん、別にバチバチ本番とかで喋れなかったっていいじゃんって思っちゃうんだよね、うん、それなのに芸人さんとかテレビの世界許せないのそれを。なんか、うん、相手のフィールドのことを自分に呼んでるのにウェルカムの気持ちで呼んでないよな。それがなんか良くないというかリスペクトが足りてへんと思うよな。意識してるからこそなんでしょうね、うん、そこは。お笑い芸人の人も、ね、YouTube が実際こう伸びてきて、うん、今チヤホヤされてるのが YouTuber が多いからっていう危機感から、うん、ちょっとそういう発言に意識というかなっちゃってるのかなって感じがしますけど、うんうん、でちなみにさ僕ら怖いメナティでもたくさんの芸人さん出ていらっしゃったじゃないですか、はい、みんな大好きですよ。山本さんも宮迫さんも、はい、カジサクさんもそうだし、はいはいはい、おすぎさんもいたし、TKO 木下さんとか、木下さんもいたし、はい、あとはあのカネチもいたし、ああもういらっしゃいましたね。めちゃくちゃ性格ええよ。そうですね、うん、トータルテンポさんも藤田さんも、あめちゃくちゃいい。みんなその YouTube を認めてくれてるんで、お互いで、まあ、特に僕はリスペクトの気持ちが強いけど芸人さんには、うんうん、すごいなんか見下すようなことも言わずに、うん、ちゃんと僕たちの前に合わせて喋ってくれたりして、そうですね、マジでそれこそプロって思うよな、まあ、その瞬間を見た時に、うん、変な尖り方しないですね。そう、だもうすごくね、うん、揉めないで歩み寄っていきましょうっていうのが今日のお話です、うん、なるほどね、まあ、でもさわざわざさこういうことを言ってね、うん、波風立たしてくれるのがやっぱ粗品さんの凄さよな。そうね、だってこれって言わない方が得じゃん、うん、そう、だって YouTube を好きな層の方が今、はいはい、若い層では多いから、はいはい、言うことによってまあちょっと炎上するかもとか、はいはいはい、場合によって嫌われちゃうかもと思うやん、うんうん、でもそれを起こしないのが粗品さんの凄いのかな。そうですね、まあ粗品さん自体も別にこれ YouTuber と関係を断絶してるならまだし、もう友達にも YouTuber の方とかたくさんいる上でこれを言ってるっていうのが改めてテレビ業界とかを盛り上げたいんだなっていうところを含めて、うん、なんかそういうの感じますけどね。そうで、しかもさ、あの霜降りチーム、まあ、本当に欠かさず見てるんやけども、はいはいはい、10分ぐらいの尺やんか、うん、おもろいよなあれ、うん、あ面白いですね。ほぼクイズとかフリートークに近いんやけども、はいはい、あの短い時間のインパクトすごない？うん、あそこでもさクイズノックの名前めっちゃ出すやん、あ、はいはいはい、さんとか、はいはいはい、そういうのも知ってくれてるってのは嬉しいよね、うん、僕はその芸人さんの YouTube で出たい番組なんですけど、1位霜降りチームで前も言ったから、もうずっと言ってますよね、ずっと言ってんで、うん、もういつかねその夢が叶ったらいいなと思って、ね、これぶつけてやろうと思ってね、確かにね、うん、見てもらえるかもしれないですね。そう面白くないということで、まあミョンなんかね、下堀めちゃくちゃ昔から好きやもんね。そうです、ラジオ聞いてるんで忘れもしーひん、俺ミョンと昔会った時まだスタッフでもないし一視聴者で、はい、オフ会来たんですよ、うん、そうですね。で今みたいに大規模オフ会じゃないから、うん、結構こんな横で喋れるぐらいの距離感だったんだけど、40人ぐらいじゃないですか、その時、うん、この後俺霜降り明星の人たちとちょっとなんか掛け合えるんで、こやきチャンネルとコラボの時に言っときますよみたいなよくわかる業界人のこと言ってね、でこの子何そんなパワーあるのって、俺もじゃあぜひお願いしますよろしくお伝えくださいって音沙汰なし何もなかったちょっと待って、はったりしもう今めちゃくちゃこれ本当にこやきエディションのディレクターズカット版、じゃあ本当に事実よね、
事実よね。ちょっと待ってください。何何何、僕目線で語らせてください。はいはい、まず僕は大学のね、うん、友達でいろんな業界のマネージャーとか仲いい子がいて、はいはい、そういうお仕事でね、はい、それでその日霜降り明星さんのマネージャーさんとその友達がご飯行くと、はい、なってて、うん、僕も一緒に来ないって言われて、うんうんうん、あ行きます行きますって言って、うんうん、もしかしたら霜降り明星が来てくれるかもしれないよって、はい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 、その、うん、僕の友達から言われて、うんうん、でその時に小焼きチャンネル一視聴者だったんで、うん、僕はね、で小焼きさんがその時ちょうどコラボしたい YouTuber はっていう時に、うん、霜降りチューブと、うん、その時ずっと言ってた、ずっと本当にもう本当に5年ぐらい前ですね、5年ぐらい前も言ってた、5年ぐらい前から言ってて、うん、それを見た後だったんで、うん、僕も、うん、もしかしたらこれで会えたらコヤッキーさんのコラボにつなげれるかもその時一緒に思ったんで、役に立ちたいと思ってね言って、まあ結局ねもう飲み会自体なかった、雑魚飲み会自体なかった自体なかった、多分ねあったんだよ、直前でちょっと注射かかってたこれ言われて俺みたいなのが来るからそうそうまあ結果ね、そういうのなくてもこうやって髪の毛バラみたいなの作るからとか最近だよこれなったのはもうまあそういうのがね、あって話題のネタにもなりますから、はい、YouTube っていうのはね、共通の、うんうん、あいやね、そんな昔のこと掘り下げられると思ってなかっただ今日の都市伝説予想、それミョンが飲み会に呼ばれなかったって本当はあったのかどうか本当は多分あったんだけど、うん、未だに言われてないから多分その友達に言ったら真相教えてくれ、今やったら確かに、うん、呼ぼうかな、今度チャンネルさ、言っちゃったけどさ、お前そんだけ売れると思わなかったもんみたいな言われるかもしれない、かもしれない、かもしれない、ね、ということで、今日はちょっと試験も多かったんですけども、うん、ちょっと知ってくれたら嬉しいな、霜降りが僕らのことそう、それですね、それに落ち着くんだ、うん、最終的にただのファンなんだよね、うん、だからクイズノックの名前出してるっていうのは、うん、多分笑いを取りに行ってないチャンネルだからっていうのがあると思うんですよね、俺らも笑い取りに行ってへんよ、ね、そうですよもう僕ら笑いゼロですから、うん、だからうちもね真面目にやってよ、俺そうそう、チャンスありますから、うん、真面目にマンデラエフェクトが言ってるだけ本当にバンクイとか真面目に言ってんだからはい、ということで皆さんはどんな意見をお持ちでしょうか、ぜひコメント欄に書いてください、また明日もお会いしましょう、バイ。